はい、じゃあよろしくお願いします。今回は2018年11月の時事問題やっていきましょう。で、ニュースが5つ、穴埋めが6つありますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと知らないニュースがあれば、今からね、自分が簡単に説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、いつもはですね、前半と、まあ、後半で動画ね、分けて撮ってたんですけど、自分が今年11月の中頃にね、体調崩してしまって、動画撮れなかったんで、今月、まあ、11月に関しては、まとめて、1ヶ月のまとめ、総まとめで2本、もう1本ね、投稿するんで、まあ、そっちもね、よかったら見てみてください。では、1つ目、フィギュアスケートのニュースですね。グランプリシリーズが、まあ、男子、女子、共に行われていて、で、女子の、第4戦、第6戦。で、フィギュアスケートのグランプリシリーズっていうのは全部で6戦あるんですよ。1、2、3、4、5、6と。で、そこから2つに、まあ、出場して、で、1位から15点みたいな。ポイントが振り分けられて、総合得点。で、高い人からファイナルっていう。そう、得点の高い人しか出れない大会に進むみたいなシステムがあるんですけど、そのうちの4戦、6戦で、あるホニャララ選手が優勝しましたと。で、ちゃんとね、ファイナル進出をこう決めたわけなんですが、この選手が、このね、グランプリシリーズ今年デビューなんだよね。木平、木平理香選手です。いや、衝撃でしたけどね、自分の中では。この第4戦が日本なんですよ。NHK 杯っていうやつなんですけど、まあ、これがデビュー戦だったんですね、木平選手。で、デビュー戦で優勝したんです。これ日本人初ね、これがね。で、第6戦のフランス大会も優勝しましてと。で、堂々とね、ファイナル行くんですが、いや、楽しみですね、非常に。で、ちなみに、その6人が、そのね、ファイナルっていうに進むんですけど、日本人女子3人、半分がね、日本人なので、いや、素晴らしいですね、ほんと。もう活躍を期待したいとこなんですが。っていうのをぜひ覚えておいてください。ニュースでかなり取り上げられててね、幼稚園の時の映像かな？すごかったね。片手で側転してたからね、幼稚園の時から。すごい運動神経が昔から良かったと。まあ、そんなニュースもやってました。で、次が NASA ですね。NASA の新型探査機。あるね、ホニャララっていう探査機が火星に着陸しましたと。で、この探査機の名前行きましょう。で、ありがたいことにね、結構こう、学校の時事問題、その見てくれてる方のこういうのが出ましたよっていう時事問題をメールとか、ツイッターのリプでいただくんですけど、結構ね、個性豊かなんですよね。先生によっては、あ、そこ出しますみたいなのがあったので、結構ね、こういうのも出てた先生いたんで、ぜひね、覚えておいてください。まあ、みんなの先生が出すかはわからないんですけど。で、まあ、インサイトっていう新型探査機が行きまして、今着陸しましたと。で、火星の調査に今ね、当たっております。で、次ですね。盛り上がりましたね、これね。2025年、万博が開催されるんですけど、ホニャララ市で開催することが決まりましたと。これは大阪です。大阪万博、決まりましたね。いやー、すごい。すごかった。で、その大阪万博が決まって、まあ、大阪市っていうのを、まず覚えてほしいんですけど、で、会場がですね、その大阪の湾岸部の人工島のホニャララっていう場所で、で、これね、読み方がすごくて、夢に、まあ、中洲の砂ね。これで、夢島と言います。夢島。最初読めなかったね、自分ね。申し訳ないんですけど。そう、これで夢島と言います。いや、絶対盛り上がりますよね、これね。あと7年、まあ、もうちょっとね、年が変わりますけど、まあ、7年後、ですね。いや、すごい。はい。で、次が、日産自動車のね、会長だったホニャララが逮捕されたと。で、基本的に自分この時事問題で、ホニャララ誰かが逮捕されたとか、まあ、亡くなったってニュースあんまり取り上げないんですね。で、なんでかっていうと、出ないんですよ、時事問題。そんなに。出てこないんですが、これはね、さすがにね、出せていたからね。で、実際にこうメールいただいたやつに載ってましたけど、これ、衝撃だったもんね、自分。カルロス・ゴーンです。まあ、ゴーンってね、よくね、言いますけど、カルロス・ゴーン。元会長ですね。が逮捕されました。まあ、何したかっていうと、お金をこうズルしてね、いろいろやっちゃったんですね。相当な金をやっちゃったんですけど、が逮捕されたと。まあ、ぜひ覚えておいてください。出やすいと思います。この辺はね。で、ラスト、外国人労働者の受け入れ、拡大に向けた、まあ、つまり、まあ、日本のね、まあ、労働人数が足りないってちょっと言われていて、で、まず外国人の労働者を受け入れようと、もっと日本でね、働かせてあげようよ、みたいな。そういった目的の、まあ、ね、その受け入れ拡大に向けた、
ホニャララ法の改正案がね、まず衆議院を通過したんですよ。まだ参議院まで行ってるところなんですけど、で、この名前が、ちょっとね、噛みやすい、読むとね、出入国管理法と言います。出入国管理法の改正案が衆議院通過しましたと。で、これはですね、相当の問題になってるというか、かなり押し切ったんだよね。衆議院通過に関しては。だから満場一致、みんながいいよいいよ、いい感じだよっていうんじゃなくって、もう押し切ったんです。反対がいっぱい出てたんですけど。で、何が問題かって、ま、いろいろね、サイトを、まあ、もしね、詳しく知りたい方は、出入国管理法問題とかで調べてもらえると出てくると思うんですけど、あのね、中身がね、これ、あれだよ、まあ、俺の勝手な判断ですけど、中身がね、整ってないんですよ。具体的じゃないの、全然。こういう感じの時に、こういう感じってどんな時だよ、みたいな。ツッコミがね、めちゃくちゃ入るような内容で今通そうとしちゃってる。ひとまず通そうぜ、みたいな。でも実際通ると思うんですけど、結局最終的にはね。そうっていう感じで、まあ反対も出てるし、どうなんだ、もっと先にやるべきことがあるだろうとかね、整えるべきことがあるだろうみたいなことで一応問題になってます。こんなもあるとね。で、最後、プチニュース2つ取り上げましょう。で、第2回、この鈴木のね、動画の方でも取り上げるので、まずね、1個トーマスのやつやってみようか。あ、これもあれですよ。学校の時事問題とか出ないですけど、こういうニュースがあったよっていうので、ぜひね、まあなんだろう、面接とかで話すかわかんないけどね、一応知っててもいいかなと思います。で、トーマス、機関車トーマスって、まあ、知ってる方、まあ、見たことない方いると思うんですけど、まあ、知ってるとは思うんだよね。で、機関車トーマスって、ほとんど男の子キャラなんですよ。多分サブキャラというか、はいると思うんですけど、その電車、機関車の方は男キャラしかいなかったんですが、ここにね、女の子の機関車が入ってくると。女の子キャラって書いとこうか。が入りますと。で、これはもう、男はその男女、まあ平等じゃないですけど、そういった観点から、これからその男の子キャラと女の子キャラを五分五分ぐらい、五五ぐらいの比率にしていこうみたいな風になってるらしいです。で、うちは息子がね、トーマス好きでよく見るんですけど、自分も見てたからね、昔ね、見てましたけど、だからだいぶキャラが変わっていくみたいです、これからね。だからこういう、まあ、昔からずっとある漫画ってかアニメですけど、こういうのがま、取り入れられていくと、どんどんね、まあ、変化していくんでしょうね。で、もう一個はですね、じゃあ、文化部の話しようか。これ、中学校の話なんですけど、まあ、みんなね、部活に所属してる方多いと思います。まあ、自分はね、ちょっと1年しかやってないんであれなんですけど、で、文化部。スポーツじゃなくて、運動部じゃなくて、文化部の話なんですが、文化部、をちゃんと週休2日にしなさいと、週に2日休ませなさいみたいなのが決まったとかね、なんか決まったというかそうしなさいよって指示なんだけど、で平日は2時間部活時間ね、で休日は3時間ぐらいまでしなさいって、で週2日休ませなさいよっていうが打診が出たんですね。これなんでかっていうと、まあ、もちろん運動もそうですよ、もうそうですけど、文化部も厳しいってことは厳しいじゃないですか。まあ、これイメージだけどね。多分、吹奏楽部とか、水部とかね。だと、やっぱり激しいとか相当ですよね。一週間休みなしとかっていう部活も聞いたことあるぐらいなので、でやめなさいという話が出てる。だよね。ただ、これは、その、絶対しないと罰則がつくとか、そういう話ではなくって、例えば、その、有名中学校、じゃあ吹奏楽部がすごく有名な中学校だったら、それ勝つためには練習が必要じゃんか。で、きっとそれを求めて行ってる学生が多かったりするわけだから、そういったところは現場判断でいいですよ、というふうになってるんですけど、全体的な流れとしては文化部もちゃんとその部活を制限しなさいっていう。まあ、運動もね、結構そういう話が出てるので、文化部の方にもそういう流れが出てると。いうのをぜひね、覚えていただけたらと思います。では、今回は時事問題の11月のまず1個目ですね、やらせていただきました。もしよかったら2番もね、あの動画の概要欄にリンク貼っておきますので見てみてください。では、今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。